こっちへ。ザコシが来ねえのか、こら。関西の生コン業界で今何が起きているのでしょうか。マンション建設や公共工事、工事に欠かせない生コンクリート、私たちの暮らしにとって身近な存在です。この生コンクリートを製造・販売しているのはほとんどが中小企業の工場。巨大企業であるゼネコンから買い叩かれないために、地域ごとに中小企業がまとまり、協同組合という事業者団体を組織しています。ゼネコンとの取引窓口をこの協同組合に一本化して、生コンの共同受注・共同販売事業を行っています。大阪広域生コン協同組合もその一つ。169社184工場がまとまった全国で最大規模の協同組合です。中小企業がまとまったおかげで、赤字続きだった生コンの販売価格も改善し、労働組合とも良好な関係を維持してきました。この影響は近畿地方全体にも広がっていきました。ところが大阪広域生コン競争で今重大な異変が起きています。協同組合は本来相互扶助を掲げる業者団体なのに、一握りの役員が独裁的な強権を振るっています。利益率の高い仕事を一部の工場が独り占めするなど、不平等かつ非民主的な組織に歪めてしまったのです。生コンを運ぶ運送会社の運賃も引き上げるという2年越しの約束を守りません。その結果、生コン工場は利益が出るようになったのに、生コン運転手の賃金は据え置きのままでした。労働組合は運賃引き上げと協同組合の運営の民主化を要求。教祖執行部と労働組合の間に緊張関係が生まれていったのです。2017年12月、連帯ユニオン関西地区生コン支部が輸送運賃の値上げと教祖の民主化を要求して、関西一円でストライキを決行しました。滋賀、京都、奈良、和歌山の協同組合は要求を受け入れると回答。しかし大阪広域競争の一部役員は全面対決方針を打ち出したのです。連帯ユニオンのストライキは威力業務妨害だ、関西地区生コン支部の活動は組織犯罪だ、長年我慢してきたがもう限界だ、決着をつける、そう言い出して組合潰し攻撃を開始したのです。共同組合の執行部の一部役員は、連帯系の輸送会社は使うなと加盟企業に指示し、連帯ユニオンと労使関係のある運送会社の仕事を奪いました。連帯の組合員は建設現場に出させるな、連帯労組との面談、折衝、交渉は禁止すると加盟企業に強制する通知を出したのです。こうした執行部の暴挙は、労働者と労働組合の団結権や団体交渉権を犯す憲法違反、労働組合法違反の不当労働行為です。大阪広域競争は今や労働組合潰しのための弾圧機関に変質してしまったかのようです。そればかりではありません。大阪広域競争の一部の役員たちは協同組合の名前を使って反社会的な活動で知られる人物たちと手を組み活動し始めたのです。2018年1月8日、大阪梅田のヨドバシカメラ前にヘイトスピーチで悪名を馳せた活動家たちが集まり、連帯ユニオンを誹謗中傷する街頭宣伝を始めました。先頭に立ったのは瀬戸博之氏。
ナチスのヒトラーにあやかった日本国家社会主義同盟を作り、鍵十字のハーケンクロイツを掲げて外国人排斥運動を行って経歴を持ち、現在は在特会の創設者桜井誠氏の日本第一党の最高顧問となっている人物です。この異様な光景の街頭宣伝に大阪広域生コン教祖の執行部が加わっていました。大阪広域教祖は木村理事長の名前でこの街頭宣伝に参加するよう呼びかけました。さらに木村理事長は共同組合のホームページで、感銘を受けた、今後も全面的に応援していくと記したのです。1月22日、衝撃的な事件が起きました。瀬戸博之氏らのグループが大阪市内にある連帯ユニオンの組合事務所に乱入を図り、居合わせた組合員に暴行を加え、怪我をさせたのです。暴行を振るったのは渡辺我龍氏。この人物もナチスのマークを掲げて凱旋活動。最近ではヘイトスピーチ規制法の立法で活躍した参議院議員の有田芳生さんの暗殺をほのめかすブログを書き、脅迫罪で処罰され物議を醸しました。大阪広域教祖の役員たちはこの乱入・暴行事件にも参加して一体となって行動していました。自らは手を汚さず、離れたところでガムを噛み、笑いながらヤジを飛ばしていたのです。何がゴミじゃ。さらに大阪広域教祖の役員たちは隣接する和歌山県の共同組合に押しかけ、自分たちの傘下に入るよう強要しました。和歌山の共同組合の役員たちがこれをきっぱりと断ると、ここでも大阪広域教祖の役員たちと一体となった瀬戸博之氏や渡辺我龍氏らが登場。和歌山の共同組合理事長を誹謗中傷するビラを理事長の自宅周辺にポスティングしたり、街頭宣伝を実施しました。1月25日、和歌山の労働争議で宣伝活動を行っていた連帯ユニオン神生支部がコンビニで休憩していました。すると大阪広域教祖の役員らと排外主義グループが言いがかりをつけてきました。大阪広域教祖の大山正義副理事長。彼は木村理事長とともに渡辺我龍氏らと一体となって行動していました。大阪広域教祖のこのような変質と異様な活動実態、反社会的グループと一体化した教祖執行部の一部役員の行動にゼネコンやセメントメーカーの関係者からも批判の声が上がっています。悪いぞ、開けへんねやったら。
わったよね。いや出てくるも何も帰ってくる、帰ってくださいよ小山さん。小山さん、そんな怖い顔さんと小山さん。